6月28日に行われた横浜 DeNA 対坂上の10回戦は守備の乱れに泣いた横浜 DeNA が2対3で痛い敗戦。しかし同一カード3連敗を喫するも光明は追った。それは左肩違和感によって出遅れ、今シーズンここまで1勝と苦しんでいる今江翔太投手24に見えた復調の兆しだ。この日の今久志は投球の率9位ともに今シーズン一番の出来、運を手繰り寄せることはできずに2勝目とはならなかったが、試合後には今日はテンポよく投球して試合を作ることだけを考えてマウンドに上がりました。チェンジアップを有効にしっかりと腕を振って投球することができましたと一定の手応えを口にした。そんな、今久志に熱いエールを送った人物がいる。98年の V 選手の大先輩である野村弘樹氏だ。アベマ TV で解説を務めていた野村氏は、1点ビハインドで迎えた7回のマウンドに、今久志が上がると、これでいいんですよと力強く切り出した。最近は、継投策が重視されるあまり、初投手は100球前後でマウンドを降りてしまいます。14日なら理解できますが、中6日なんだから120、130球を投げ込めばいい。そうして球数を投げる中で先発に勝ちがついてくるものなんです。勝手な持論と前置きをしつつ、さらにヒートアップした野村氏は続けて今久志に熱いエールを送った。体の芯から汗をかけばいいんです。芯から疲れた方が次につながるきっかけやステップを得ることができる。私も現役時代には体がほてって眠れないことが何度もありました。今久志にはそれをできる力がある。独り立ちどころか仁王立ちしてもらわないと困る存在ですから、この野村氏の熱い思いにアベマ TV の視聴者からは、そうだ、投げ込め、今久志など、賛同の意見が多数寄せられていた。C アベマ TV 動画、今久志のピンチを救った、神里の神業、プレーはこちら、プロ野球、横浜で、ナベスターズ6月神里の神業が炸裂。なんとしても、今久志に勝ちを、動画視聴は、アベマビデオ、アベマ TV 見逃した、プロや、玉、横浜 DeNA ベイスターズ6月神里の神業が炸裂。なんとしても、今久志に勝ちを好きな時に何度でもう楽しみいただけます。今なら、プレミアムプラン1ヶ月無料体験を実施しています。アベマ TV、動画、今久志の負けを帳消しにした桑原の豪快弾はこちら、プロ野球、横浜 DeNA ベイスターズ6月をいった。桑原の完璧な HR で DeNA ついに同点。動画視聴は、アベマビデオ、アベマ TV 見逃した、プロ野球、横浜 DeNA ベイスターズ6月をいった。桑原の完璧な HR で DeNA ついに同点を好きな時に何度でもお楽しみいただけます。今ならプレミアムプラン1ヶ月無料体験を実施しています。アベマ TV 視聴予約6月29日17時50分より放送。プロ野球横浜 DeNA ベイスターズ vs 広島カーププロ野球横浜 DeNA ベイスターズ vs 広島東洋カープ部寮のインターネットテレビはアベマ TV、アベマ TV、アベマ TV のプロ野球は去年より数段もパワーアップ、ここでしか見られない全選手のオリジナル紹介メモだけではなく、今シーズンよりオリジナルカメラやオリジナル球場レポーター各選手の C、アベマ TV